山博のピカイチラジオはいまたまた金曜日の夜がやってまいりました皆さんこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のすっちーですこんばんはアナウンサーの古川恵子です台風でねはい。ね、今週はね<え>、うん、お盆にねあれいろいろ予定入れてた旅行とかん<ー>みんなキャンセルしたよってねえ 大変でしたしねいやいやいや。駅もやっぱりごった返してましたね。あ、そう。え、ちょうどね、十、え、十四日。おと、えー、おととが、うん、あの姫路の営業やったんですけど。はい。新幹線とかやっぱりもう、うん、ものすごいいっぱい乗ってました人。あ<ー>。ななアナウンスであの自由席はもう乗車率百二十パーセント、な、な何,何パーセントでみたいな。つまり翌日に。 帰れないだろううといい人人が一日繰り上げてそんなもただからあれニュースというか僕はネットニュースで見たんですけど広島巨人戦をね14日に試合やって次の日にだからジャイアンツの選手が東京に帰れないそうすると翌日の阪神戦東京ドームであるのに。 移動ししたその日に試合してなあかんという足止めになってしまうようで選手たちはもう14日の時点で中止にしてあの東京に帰りたいって言ってたけどあれ主催ゲームが広島が持ってるんで広島球団が決めるんですよでも結局試合できたんでねでも巨人勝ったんですけど。 あのだから15日はもう動かないんでバスで帰ろうかとかいろいろ考えてたみたいですけどねいやもう大変ですよね,ね<ー>大変ですはもうこんなに人が飲んで多いんやろう思ったらあそうか私はねあのちょうどそのいつも行く整体に行ってですね、はい、でその後用事があったんで2時間ぐらい時間あるんですけど、はい、まあ,あの本屋さん行ったりね、はい あのレコード CD ショップか今は行って時間潰そうと思ってたんですけどだから電車に合わせてそうですねやっぱり従業員の方も帰らんとあかんので百貨店とかそういうだから全部休みなんですよ二時間ずっと毎日放送に寄ったやることないよそうですねまあそんなんでね住む人はいいんですけど旅行中の人とかね いやそれはちょっとね,ねだいぶ前から予定して楽しみにしてたやろうけどもどこればっかりどうしようもないもんな。どうしようもないでもあんまりね逆らって無理していってね、うん、今回もあったじゃないですかなんかに取り残されてねえ、はい、とかね かそんな中ツアーに出ているスッチーがお土産をありがとうございますまた北海道買えなくてね買えながらそれはもう自分が遅刻したからですからそうですよなのでちょっとね今回はちゃんとどっかでと思ったんですけどすごいゴージャスな感じの今回ねまず栃木に行きましてその次が長野公園。 えちょっと待って栃木に行って長野ということは、これ移動するのも大変よ。そうなの。栃それこそ飛んで人多いからね。長野の。ね次が埼玉。また出た。関東に戻るの。出た無駄な行き。前もそんなありましたね。なありましたよ。はい。なんで栃木埼玉長野じゃないの？でその後が三重。三重。三重。 で僕らはまず栃木に行きまして、うん、みんなは、えー、そのまま栃木に泊まるんですけども、はい、僕と松浦君は次の日の長野県でイオンでこの営業というかあるので「うんあのー、朝一で出るって最初はなってたんですけど、うん、どうもそのチケットが取れない取れてなかったということで。えー

ででも夜すよ完全になるほどお店も閉まってるで次の日が埼玉やってでそのまま名古屋まで移動あなるほど埼玉名古屋も回東京出て東京から埼玉でもうっぺん名古屋名古屋で名古屋に泊まって朝三重県の津まで行くっていうねでやっぱりいろいろこの移動中で お土産どっかで買わなと思ったんですけど <laughs> <laughs> 今この四つのどこでもない 名古屋のお土産い長野で買おうかな思ったんですけど荷物ななるととずっっ持てできればもう最終ということで三重に行くその最終日の近鉄特急待ってる時に「あそや!」言って「えこれそんな言うてるけどずっと忘れてたやろいえいえ何おっしゃいますやら」で名古屋のこれ小倉トーストラングド社うまそうやなしそうですね写真見るからにえ 写真が美味しそうでもオングラトーストじゃないんですね。そうなんです。ラングドシャ。はいどうぞありがとうございます。ラングドシャはゃうの？ラングドシャはあのちょっとなんていうんですかフランスっぽい軽い感じのクッキー。はいありがとうなるほどトーストっぽく四角くて耳のように縁が茶色い。はいなるほどのでトースト。ね挟みます。うん。も うん、あずきの香りこの香り好きうん美味しいいですねうん美味しいこのこれミルク練乳何甘いの甘いのはあずきをマーガリンやそうですねオグラトーストっていうぐらいですからバターかマーガリンかなんかそんな感じ合うよねあのあずきとさマーガリンアンバターは美味しいアンバター美味し うん、うん、正解や。<laughs> <laughs> 何にも考えんとパッと、ね。いやいや正解です。うん、忘れてたわいにはね。うん、コンビニで買いました。おい。<laughs> <laughs> うん <laughs>、うん、でもお前名古屋でコンビニでパッと買って。 ぜひぜひ名古屋に行かれたらパパッとあと5分ぐらいで特急乗らないと時やったほんパッギリギリやんあの財布の中に「あ電気代払うの忘れてた」と思って電気代もそこ名古屋で払ってコンビニで全部用済まして全部済ましたこれじゃ名古屋ってなんかいろいろあるよね食べ物美味しいの独特のねこれ多分ね モーニングでこういうの出すところあるんでしょありますあります名古屋のモーニングってすごいんですよ。すごいですねいろんなもんいっぱいついてきたよはい。あ、そうやんご主人のでもね名古屋で名古屋であんま外食しないんですよ名古屋行った時って向こうの実家に帰るのでモーニングなんて食べに行かないじゃないですかわざわざね家帰った時ねなのであんま知らないですでも喫茶店行くと あのコメダコーヒーであのピーナッツ出てくるみたいになんやかんやお菓子は出てきますね。コーヒー頼んだらプラスアルファが多い。なんかね。名古屋な何好きかな。最近台湾ラーメンが名古屋から火がつきましたね。もうもう何年も前ですけどね。そこからこう全国に広がったりとか。名つまぶし手羽先味噌煮込みうどんどんどん出てくるな。エビフライエビフライあの味噌カツ 味噌カツ。あれはなに、カツの上に味噌だれを。甘い、味噌だれ。そうそう。今甘ったるいでいいから。甘たいや、まい味噌だ。甘いって言った。はい。うん、とかね。なんやろ前なんか、あの、ピザ。なん。あれも一回行きたいと思いながら、行けてないですね。いや、いったわ。ちょっとしたボヤ騒ぎになった。そうそう。小山さん。 に教えていただいて小柳さんに連れて行っていただいたんですよ。で、それをあのこの番組で言ったら、そのはったんですよねスタッフの方が。山椒がいて、ミキサーのちょうどなんか煙がばー。そうそうそう。えらい時になーぶつかって。え食べたんたっけ？食べて食べたよね。食べたっやったからよかったね。そんなの美味しかったの？美味しかったです。ピザ。美味しかった。 ピザあどこでも美味しいけどそこはまた印象に残るっていうことはすごいよな。小籔さんってもう何かにこうガッと入ったらもうそれ追求するじゃないですかでピザもやっぱり一時ぐっッとはまりはってでそんな人がここやっていうとこなんでいわゆるマイブームってやつねはい一回来たよねそうそうですね英雄やってんのかな連絡来たかほんで山下のところには来てないああ やってるのちょっと確かめて <laughs> 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 ああそうですかまあでもこうあ,のあれですか選手あんなに言ったから。 買っててきいただや今回は絶対忘れたらあかんなと思って黙ってたら分かんないじゃないですかずっと大阪に行ったんですよって言ったらさすがにでもやっぱツアー出てるのは分かってることですからまあまあね調べてますから調べとうかい調べとうかいどこ行ってるかこれさっきの普通に聞いてたけど移動距離がすごいよそうです本当にもうね やっぱりね乗り物で、うん、そのエアコン効いてるじゃないですかはい、はい、で一応一枚羽織るもんをもうカバンに入れてるんですけどそれでもやっぱちょっと、うん、短パン履いて持てるからあもうあ,<ー>あもうそれや <laughs> 何してんの <laughs> で例えば新幹線とかやったらブランケットみたいなのをかけてやってるんですけどバスとかになってくるともうないじゃないですかないですよそんないつもいつもだからもうそれでちょっとやられたなというだからもう短パンをやめるかそうかブランケットをもう持ち歩くもうちょっとそうなってくると荷物になるじゃないですかブランケットはね極力荷物なならいいってうのを それやったら短パンやめて長ズボン履けばいいや。やっぱでもその他の時が暑いじゃないですか。一歩出ればね。外はね。外は暑いか。もう風引くしかないよね。それやったら。そうなったらね。そうやったらはい。だから引くべくして引いたという。ホテルとかもね。そうなんですよ。寝る時。うん一応設定できるなら二十八とかに上げますけど。 そうでもないとこもね多いからそれ布団しっかりかぶってかぶる、うん、はいでも寝てる時に行きとかせんそれは大丈夫ですお行議員でなは自分がええと思ってるだけ <laughs> <laughs> 大丈夫です朝起きてもちゃんと来てますホテルってね、はい、ちゃんと寝れた試しがないんですよね僕ちゃんとこう布団の中に入ってっていうよりも、うん、ごろんとこう、うん、そのベッドの上で寝落ちっていうんですか、うん、してしまうああ で大概朝体冷たとか体冷たとかでその朝方ほんまに早朝に目覚めてシャワービャと浴びて、うんうん、でもっぺんちゃんと寝るみたいなでももう言うてもほとんど寝れないじゃないですか時間がないもん、ね、はい冬は冬でさ乾燥がすごいでしょ、はい、ホテルって水巻きますよ僕床<く>、はい、床に床に それは何かのテレビで昔タレントさんが言うてたのをそのままやってるんですけど本当にコップに水入れてチャンチャンチャンとこう手でねあそんな巻く言うてもそジャーッと巻くわけじゃないはい、ある程度巻いたりで、あのお風呂を湯、ま、ばー出してる時に開けたら警報器になるじゃないですかだから湯船ためてちょっと入ってその後もうちょっと冷めたかなぐらいで ドアけとくんです落ち着いてからガパっとじゃなくてほんなちょっと湿気もくるかなみたいな僕は濡れタオルを作ってどっかにかけるんですよあそれもやりますわできるだけ顔の近くにカラッとなってるでしょあさもうパリッパリびっくりするでしょびっくりするあのあれよ手の上いじゃないよタオルを下すねんけどそれでもパリッパリなのというだそれぐらい乾燥してるってことでしょ ホテルしょっちゅう使ってる人に聞いてみたいね。うんまあ、加湿器とかあるんですけどなんかね面倒くさいというか僕加湿器の,あの洗う担当なので家でなあれってねやっぱねぬめりとかがなんぼその今ぬめり防止のとかなってるんですけどやっぱある程度すると。 つくんですね、うん、で何やろうな信用してなうんそ、ね、う借りたのねわざわざ開けてぬめてるかどうか確認するのも嫌じゃないですかだからもうあ使わんとこって言っても原始的な方にいくんですよまあね、うん、それはもうそれはもう疑い出したらきりないしねはい。 大概そんなに全部が綺麗にしてるわけ違うもん。でフィルターまでちゃんと洗っとかんと、フィルターが汚かったらそこを通った空気が来るので、なんたら菌？なったかなジネ、ジネなんたら、水からなんかなる、はいはい、うあいのとかもまあそうすぐかからないでしょうけどなんか信用してないです。わからんもんね出てくる。わかんないんすよ。だからもうそんなにねあの過しすぎて洗うときってきっちりやると気持ちいいち全然違う。全然違います。 ぬめりをちゃんと取ってであのスズ入れてねぬめり取り用のねーボールをに個入れてるんです僕鈴ってあのいわゆるあの金属の金属のスねはいは<ー>、はい、あれを入れるとぬめり防止になるしでちゃんとそのフィルターも洗います洗うんだはいきっちりしてるからはいそれは使われへんわホテルの, <laughs> の、ね、あのなあ借りたやつは、はい、ある程度毎日ずっと回してたら、うん、そんなにあの フィルターとかも大丈夫と思うんですけど、うん、ちょっと回す人回さん人とかなってくると、うんうん、やっぱそのずっと溜まってたりするんちゃうかなと僕思うその下のトレーに、うん、全く空にしてくれてたらいいんですけど、うん、タンクに水がなくても下のトレーのところにちょっと薄く溜まってたらそれがぬめりになるんで、うん、はぁ<ー>語れるね、はい、加湿器はね、うん、本当に冷房どうなったんクーラーほんまやあ,ありがとうございます 結局1回目そのメーカーの人が修理に来てくれてあのやっぱ工事が取り付けがちょっと失敗してますとでそのなんか何かがずれてることで冷媒が抜けてるので,でとりあえず今日仮で直しときますねでももう1回電話して工事の人にやり直してもらってくださいって言って。 あのその時はちゃんと直したんですこれも1週間ぐらいしたらまただんだん抜けますんでその修理に来た人が電話工事の会社に電話をしてくれて、ね、ここがこうなってますよって言ってくれたんで、はい、まあ3日後ぐらいにちゃんと来て工事をやり直してくれました。今は快適に 全然違う。ありがとうございます。冷たいちゃんと冷たい風が出ております。取り付けとかちゃんとね。まあ忙しいんでしょうけどね。やっぱプロですからやってほしいとこやけどね。万全だべいかののかな。こういうこともあるんやなと思って。よかったですね。はいありがとうございます。今は快適。ありがとうございます。あのアンチお母さん大丈夫やってました。実家いや大丈夫そんな電話だけで大丈夫やじゃわかんないじゃないですか。あのもうつきましたと。えはいつきましたと。 何がついたの？クーラーですと。あの稼働してるってこと。ちゃんと稼働してます。良かった。はい、でも僕らはだからちゃんと家行って。うん、その冷風機とかはも正直行ってないです。<laughs> でもあの電話しました大丈夫かっていうのはで大丈夫やっていうのも。なんじゃ電話一本？一本です。 全然言うこと聞いてくれてないやそんないやもうなかなかねなかなかねこれ栃木長野埼玉三重ですよなかなかねける日一日ぐらいはあったと思うわあのお墓参りには行きましたもう弾丸でババッと二つお墓参り行ったそのついで言うたら時間がねうちの実家とは離れてるのでちょっとどうしても無理やったのどうしても無理でしたほんとにほんまにどうしても無理やったほんまに無理でしたお母さん電話で喜んでくれてたの 喜んでるというかまあ、まあちょこちょこ電話僕するので、うん、はい大丈夫か言うてえなあすっちー来てくれへんのかって言あそれはめっちゃ言,言われます<ー>あんた説忘れてあかんでってめっちゃ言われます <laughs> ほら <laughs> 見て言うてるやて、ね、えー、たまには説帰いといてなーってどのぐらい帰ってないのだい,ないだいぶ帰ってないですね半年ぐらいいやもっとですあら はい。自分 <laughs> うるさいなもういやいや自分の家のなあの過湿気はなそんなに綺麗にな <laughs> 洗う人がな <laughs>、はい、クーラー壊れた言ってるいうクーラーそのものは僕どうしようもないですもんクーラーは詳しくないもん, <laughs> うんでもちょっとやっぱ気は心やんかこう,うことかなあまあね、はい、そうですかま、はあいやんい中いいいいいと <laughs> <laughs> あのねはい。 これどう思うっていうのはちょっと一つね時間ですけどちょっと手短に手短にの割とこってり系で有名なラーメン屋さんがありまして店の名前出したらちょっとあれやろかそのお客さんでねラーメン食べててごはと注文して食べてたでうちのマネージャーの妹さんがたまたま見てたんやそしたらかからキムチ出してきてほうほう マイキムチマイキをごはの上にペンって置いてそれでまっそうに食べてるんで店員さんがこう来て「すいませんお客様キムチ外から持ち込みでね食べられるのは困ります」って言って「ああそう!」言ってその人は別にそれで騒ぐわけでも何でもないねんででこう片付けて「ちょっとまあ罰悪いんやろなそうなの」 やってたって言うけど、これなかなか難しいとこなんですよ。どうこのマイキムチでしょ。まあダメでしょうけどね。そうなんですよ。確認したんですよ。その店のメニューをあるでしょ。トッピングでキムチ百二十円あそうか売ってるのか。あるでしょ。それはね。いやないやつやとしてもやっぱちょっと持ち込みは。青年な。 きりないからねこんなこと言うてたらただ心情的にねもう何気に見たらこう弁当の残りみたいなタッパに入ったちょっと残ってるそっかちょっと残ってる,ってる多分キムチと思うんですあそういやあったわぐらいそうそうそうご飯に合うやつまあ,あーなー、うん、でも一応言わんことに店員さんとしては言わなおうとい、ね、う青、ん、年ねんなうん うまそうに食べててんて気持ち。気持ち、気持ちうまいよな。器用食べててんけど。はい、言われちゃった。やっぱ、あかんか。やっぱ、だめですね。だめですね。一応、ルールなんで。そう、そうですよね。ふりかけはどうですかね。微妙やな。ふりかけを持ち歩上微妙やな、ふりかけぐらいやったらええんかな。 かけてもふりかけ売ってるわけ違うもんねまあまあまあその店にねキムチはほらバッティングするからバッティングするしこういわゆるおかずにちょっと寄ってますからもしですけどなんかね傷んでたとかあった時にいろいろややこしいっていうのもありますふりかけまあふりかけ女子が昔ね七味を持ち歩いてたじゃないですかあの感覚でいうとふりかけはまあありなんかなっていううん久しぶりにうん久しぶり七味とかね調合して自分で作ったりするし そういう感覚やったらいいんかな。梅干しとかなったら、また違うだろうね。梅干し。梅干し。イカの塩辛。はい。うそれも持ち込みやわ。梅干しはそうやけど、単品で置いてへんで。置いてないですけど、いや、それを許してもたら、ほなキムチもええやんけ。みたい。なんのか。ええ、まあ、ちょっと白菜キムチやろこれ買ってきやないか、とかなってきたりしたら。ややこしいでしょあかんか。 あかんそうです。<laughs> <laughs> あかんわな。気持ちはわかりますけどね。ち,まあ、そういのちょっと入れてしまう。あ、時間、はい、もう二十分まだ過ぎて。<laughs> あ、もうね。あっという間ですね、これ。そうーオープニングトークっていうのはね。わかりました。はい <laughs> さあ今日も各コーナーございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして山本社交クラブ、はい、皆さんの恋の話、うん、本休みなんかありましたでしょうかう、ね、教えてください ピカイチ価値観調査これどうやねんでは皆さんがこれどうやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたします、はい、メッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしますさらに山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージ入リクオカードをプレゼントいたします 送ってこられると何かと困るという方は、事態希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、山アットマーク mbs1179.com、yama アットマーク mbs1179.com、ファックスは大阪066809-9090、 大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山一一七九。公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿を街中モンスターハンター。 モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中には様々なモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます滋賀は長浜市の鬼嫁さんが見つけたモンスターです<笑><笑>すでに怖い <laughs> とある水族館でイルカのショーを見るために早くから一番前の椅子に座って待っていました、はい ショーが始まる10分前に隣に3人分しかスペースがないのに無理やり4人のおばさんが座ってきてうちの子どもの椅子にも入ってきて子どものスカートの上に座りカバンは肩からかけたままで子どもの肩の前になっていて顔のすぐ横にカバン 「やんわりとすみませんスカートの上に座ってますよ」と言ったところ「ごめんね」と嫌な感じで言われその後四4人で顔を見合わせ「大阪のおばちゃんなんやから仕方えないやんねそうやそうや」と聞こえてきましたその後もこちらをちらちら見ながら4人でこそこそ何か言っていました「ショーが始まったら水が飛んでくるのが嫌なようでそのたに持っていた傘をステージに向かって開くのです」 その度に子供はステージが見えなくなり後で子供が言うには「傘を開くために肘がが肘がガンガン子供に当たっていたそうです」「子供が一番前で水にかかりたいと言ったので私,は私とは席を変わることを嫌がりました」「ショーが終わってやれやれと思って移動していたら4人のおばさんが子供の近くを通るときに「スカート広げといた方が悪い」「そうやな」と言っていたそうで。 スカートは広げてはいません。太もものすぐ横でした。それだけ無理やり座ってきていたのに、自分たちの子供のくらいの年の私に、四人でぐちぐち。そして孫くらいの子供たちに、四人で聞こえるように、またぐちぐち。もうイライラが収まりません。ん腹立つな。こら <laughs> 腹立つな。もともとだって三つの席なんでしょう。はい。四人座ってきたんです。 もうさ大阪のおばちゃんやからっていうのやめてくれへんええ人もいますからねえ人もいるやんかそうですこれまたね4人やからそんな気大きなりよるんですよほんま1人やったらなそういう若い子でも一緒でしょうけどなんかちょっと4人で気大きなっとんねほんまやで腹の立つ腹立つわしかも子供でしょ相手まりねそうですよ 子供が楽しみに見てんのに、傘広げてね。ね。もう、結構、あれやね、そう、言い返すこともなく、まあ、言い返しにくいか。鬼嫁さん。鬼嫁や、鬼嫁をもってしても。怖かった。絶対言ってしまうわ、その時。さすがに僕も言うやろ。子供がちょっと、そんなの。 大阪のおばちゃんやから「ねぎって当たり前ねん」とか大阪のご婦人がみんなねぎってるとは限らへんよはっきり言って、ねはい、それも一人の時はあんまりできないですよ妖せんのに 2, 2>, 2, <ー> 2>, 2人3人によったらなんかいいよるんですよ、うん なんかもうちょっと軽い事故におたと思っとこもうけがせんでよかったぐらいのそうそうそれ以上関わった気分もあるそんなオーバーン関わらんでお子さんもそんな大人にはならないようにそう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 悪い見本でね反面教師や徳島の阿波踊りが踊れないさんが見つけたモンスターです いつも行行くチェーン店にに牛丼を食べに行きました、うん、カウンターに座り注文を済ませて何気なく隣のおじさんを見てびっくり牛丼を食べ終わり空になった丼に容器2つ分の無料の紅生姜を入れて大量の七味をかけて食べ始めました、えーえー、見ているだけで恥ずかしく食欲もなくなる驚きの光景でした。 いくら無料でも限度があると思います。こんなモンスターには二度と会いたくありません。おじさんは美味しそうに食べていました。容器二つ分っていうのは、え、あの四角い。この四角いやつ。 黒い四角いやつえマジでテーブルに置いたらやばいやばいそれ2つ分丼がこうねはみ出すくらいのはみ出すよね2個やったらいや僕も結構入れるんですよ僕も好きやからもう何やったらもうご飯とあの紅生姜をこうすくって食べてそこを楽しんでみたいなまあまあ入れるんですけど あくまでご飯があってねっ、うん、お肉が乗ってるとこへの紅生姜でしょ、うん、食べ終わった後ですすごいなオンリー紅しょいやしかも2つ分ちょっとこれ体悪するで、えー、これはあかんでさす、ね、がにねいくら生姜でもねそれやったらさっきのあの、まあ、いいキムチをちょっとのけるおっちゃんの方がまた全然かわいいやんな全然罪ないです全然全然罪ないよね、はい いやそれこそ店員言わなあかんわそれはなんか言,言えんのかねでも言えるんじゃさすがに容器2つ分でしょいやでそうやねんけどルール上別にあれはまあご自由にお取りくださいやん僕言うていいと思いますけどね、うん、いやご自由にですよってでも限度あると思いませんってややこしないそんんなお客さんややこしいと思いますけどこれがわしの限度ないや楽しみなんやん紅生姜が。 見てるだけで気持ち悪いと、はい、ええとしそうですねシャ,シ,ャシ,ャシャリシャリシャリ、うん、あば気持ち悪いわやっぱり七味もかけるんですよ、うん、七味も七味も紅生姜に七味たっぷりかける七味もかけるけどい,ないややまあある程度ちょっとその限度超えたのは言うてと思うなそのおま。 50にちゃうんかみたいなを縦に言う人多いじゃないですか多いほんまに多い自由やからって自由ではない,ぞいだろうと問題はねつまりつまりいやい<や>嫌がらせみたいに2個やって<の>ほんでもうの1個ぐらい1個分ぐらい残したとかやったらああそれは言うやんまあまあ確かにねいやそれ嫌そうには食べんでしょ 何が目的やってなるわだからそれ嫌がらせなんですよ嫌がらせいやそれやったらもうすぐ言えますね、うん、それ言えるやんかうんあ、美味しい食べとんか美味しそうに最後まであの紅生姜一本たりとも残さずにもし食べた時に好きなんですね紅生姜がね好きなんやろうなうどういうかやねう いやでも対策考えとかんとあかんけどなそんな口の中ちょっと今変な感じですもんめっちゃ唾出てきてる一生がですよねすごいないですか今ういや唾出てきてるよ聞いてる人も多分唾出てきてるもうこれはねうわおるんやなそういう人って二個分容器二個分これでも毎回やってそうですよね。

ちょうどその紅生姜の汁もご飯にこう途中で馴染んできて美味しいんですよ温かいご飯の中にねちょっと紅生姜ねやってもうたどうしよう紅生姜だけばーって終わってからでもこれね想像しただけでもちょっと気持ち悪い無理やわいやもう我々には無理ですよこれはいやもう真似したくないですけどこれ。しかも泡踊りが踊れないっていうのはちょっとそうですね気になるところでありますね 踊ることができないなのか今年ちょっといろいろね台風で中心になったりすそういう意味だったそっちかなあれ難しいんかなちょっとコツいりますよねまあ基本はでも自由なんちゃいますもう見よう見まねでもまあまあすごい跳ねるように踊るそうね腰低くしてねこうね皆さんからのモンスター情報お待ちしております今日の一曲なんですけれども あのミスチルの櫻井さんがね、はいえー、中心に、えー、音楽プロデューサーの小林武史さんと組んでるあのバンクバンドという、えー、これあの多分チャリティーかなんかでスタートしたはあ、はあ、2005年からスタートしてただ今年はなんかやらなかったみたいなんですよね20161718って熊本宮城妻越で開催されてたんですけれど。 今年は開催されなかったということなんですがその、えー、バンクバンドがあのいろんな曲を、まあ、あのカバーしたりするね、はい、あのほら中島みゆきさんの「糸」とか、はい、おあのでいろんな人とこうコラボして一緒にこう歌ったりもしてるんですけど、はい、これはですね2007年にフジファブリックっていう、えー、バンドの曲で「若者のすべて」という 作詞作曲のボーカルの志村雅彦さんという方は2009年の12月に29歳の若さで亡くなってるんですけど、そういう曲があります。とってもいい曲なんで聞いてください。バンクバンドで若者のすべて。山本社交クラブ。さあ参りましょう。はい。今日はですね2回目のお便り。うん えっとね、スッち大好き23歳さんから6月にもらってたんですけど大学の時から5年間付き合っていた彼氏に振られました。うん バーで「働いいていててバーが忙しいともう好きじゃない」と言われたけど、うん、やっぱり私は彼が好きなのでできればよりを戻したいというお便りをいただきまして、うん、私たちはまあ曖昧にしてないんで、うん、ん好きじゃないと言われてしまったらね、うん、もうこっちがうじゃうじゃするよりは、うん、すっぱり次行こうよみたいなことを言っておりましたが続報を頂い,いております。振られた彼と 1> 1ヶ月ぶりぐらいいに会いました、うん、実家から車で1時間ほどかけて私の家に来てくれました彼は、うんうん、会った時から自然と涙が出て必死にこらえながら「どこに行く?」と聞くと「川沿いを歩こう」と言われたので、うん、川沿いへ向かいました、うん、ベンチに座って今どう思っているのか聞くと「悲しいけど後悔はしていない」「言えなかったけど将来」 海外でバーの修行をしようと思っているから迷惑をかけたくないと言われました私は伝えたいことを手紙に書いていました少し話した後手紙を書いたことを伝えると彼が家に行っていいと言ってきたので私の家で話すことになりましたお互い距離ができてこうなってしまったのは自分も悪かった忙しいとか夢のためという理由で別れるのは納得できていない 応援しているし理解もしている。大好きだからやり直したいというような内容を伝えました。うん、彼はずっと泣きながら聞いていました。私も泣きながら自分の気持ちを何とか伝えたのですが、少し沈黙した後、絶縁とかじゃなくてこれからも会おうよと言われ何も言えませんでした。うん、その後いっぱい泣いて眠たくなったねと言われ、彼の距離が近くなり二人でベッドへ。 彼は寝ている様子でしたが彼の腕の中で眠れずに横になっていました。うん、彼が目を覚まし目が合ってキスをしてきてそのまま「てん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 」ん。別れ際にまた飲みに行こうと言われて帰りました。まだ気持ちがあるのか関係を断ちたくないだけなのか曖昧にされたまま終わってしまいました。LINE で 毎日すごく真剣に考えてやり直したいと思ったからちゃんと話をしたんだよと送ると「また飲みに行こう」と返事5年も付き合っていたのにこんなに軽い感じでどうして飲みに行こうと言ってくるのか分かりませんこれからは友達として接してうまくいけばまたその時考えようと思います戻ることはなかったのですが会って自分の気持ちは話せたので今はもうできることはないと思うし 彼のことばかり考えるのはやめなきゃと思っています、うん、これからいい人とで出会えるか不安ですが古川さんが必ず出会えると言ったその言葉を信じて元彼みたいな人ではなくすっちーさんみたいな人と出会いたいと思いますすっちーさんみたいな人ね,ね、うん、どうもてはんてはねやるかくらで <laughs> クラーって言うでうん、<laughs> でもな、まあ、それぐらい真面目っていうかね、うん、スチさんのように、うん、なんかどうもやっぱりねそういう彼のこのノリというか、うん、でもこの彼どうなんやろうな、うん、ほんまにノリだけなのか、うん、やっぱりその泣きながらお互い話して っていうのもあるので、あえてそんなに軽くこう振る舞ってるのかとかも。ああ、もう一回振るよりも、うん、まあ明るい感じで、また飲みに行こうなぐらいにだから。カレーの中では、やっぱりもっぺん戻るというのはないんでしょう。ないですね。全くね。全くなくてくうん。で、その。もう。ズバッと。切る。っていうのが優しさなのか、どうか、ちょっとわかんないですけど。うん やっぱ5年ですからねいい友達になれるんやったらそれは、うん、なった方がいいと思うし友達ね友達になれるんかね女の子の方のこの温度がねまだ、うんうん、もうちょっと返事の仕方もあるん違うのと思うけどね、うん、そうですよねうんやっぱりそのあって 真剣さっていうのは少なからず感じたはずやからその後まあその後まあ成り行きってあるわ5年間付き合ってたんやからそれは仕方ないと思うけどまたののの一言かかかっっっていうはななちょと引るそこはねもうちょっと大事に何か言ってほしかったんですけどね。だけどそこであそういう人なんやと思ったのであれば。 そうですねこの間鹿児島の女の子一人いたじゃないですかそれで東京まで行って確かめようと思うっていうそれでもう区切りっていうか区切りつくんやったら次行けるからねそうそうそうまあどう捉えるかですよねねえそれまた彼がまた飲みに行こう飲みに行こうばっかりやったらですけどちゃんとそのほんまに海外 修行するそういう報告をちゃんとしてくれるような彼やったらまだねいいんですけどでもそんな彼やったらもうちょっとなんかあってもよかったんちゃうの言葉がまあね確かにねまあでもスッチー大好きさんも気持ちの中でどこか区切りついたみたいなのでいいんじゃないでしょうかこの経験は必ず次に出会いますとても真面目な 誰かが待っています。ね。はい。それを信じて。大丈夫です。はい。はい、今日はいつですか?いや。もうついつ行きますよ。もうつ、はいもうついきますけど、もういつまた全然違う感じなんで。はい。ハートキーさん。はい、男性の方です。はい。結婚するまで、二人の女性しか知らず。浮気や風俗に行ったこともない。経験の少ない真面目な三十七歳の男。うん、といったところでしょうか。はい、私。 妻とは子供ができた5年前からセックスレス状態です<ー>先日ラジオで耳にしたマッチングアプリなるものをどんな子がいるんだろうと遊び半分で登録したところ、うん、数名の方とマッチングすることができご挨拶程度にメッセージのやり取りも行いました、うん、ある日ほろ酔い気分なのもあってエッチしたいわーと冗談半分でメッセージを送ったところ 36歳の一人の女性から「します?」と返信があり妻が子供と実家に帰省しているお盆休みの間に女性の職場の近くで会う約束をしましたですがこんなうまい話があるわけがない待ち合わせの場所に反社会的勢力の方がいてえらいことになるのではないかという気持ちが出てきて突然連絡して呼び出してみようと決めました。 職場の近くを今通ってますけど今どうですか?」とメッセージを送るとすぐに「全然大丈夫ですよ」と返信があり10分も経たないうちに笑顔の素敵な少し肉付きの良い一人の女性がやってきました車に乗り挨拶もそこそこにコンビニで飲み物だけを買いホテルへ直行。はあ 出会って十分も経っていませんでした、はあ、その日は数時間の間に何度も求め合い、うん、日が変わらぬうちに帰宅相性が良いのかとても良い時間を過ごしました、うん、次はお盆休み家庭を壊さない程度に楽しみたいと思いますマッチングアプリの広告ですかこれ <laughs> マッチングアプリ関係の方ですか,か、ね、そう思ってしまうほどうまく 行き過ぎのような気もしますけどねまだ本当にまさにマッチングですねえ、マッチングアプリって、うん、そい自分の情報ってどこまで入れるんですか、はい、いややったことないけど既婚者でしょそうですねその辺だって正直に書くんですかえ、でも全部別に入れる必要がないんじゃないですか結構ねその独身の後輩とかもマッチングアプリやってるんですとか言って見てたら、うん、そのいろんなこう こうがいるんで「すねで今日の何時から」とかあの「ご飯行きません?」みたいなとかほんでかメールするってなると月なんぼとかでかかるんやったかな3,000なんぼやったかなこか、うん、つまり、うん、いやだからまあそのこの方はお金課金してるんやろうなでも、うん、でもそのそんなにうまいこといきますか <laughs> <え> すごいなあまあ言うたらいわゆる昔のテレクラでしょ、うん、そうですね出会い系サイトそうですねもうなんていうんですかすちょっとついていけない十分ですよ、はあ、出会って分で最期間みたいな、うん、で最近のこの手の話ってほぼほぼいい話が多いじゃないですかいただくメッセージはね昔この手の って言うたらよく桜がね、うん、テレクラとかもそうですけど、うん、誰も来んかったとかヤンキーに囲まれたとかそれはもういや思ってた言うてた人と全然ちゃうわなみたいなとかありましたけど、うん、かまあそうさせないために突然連絡して今から行けるみたいなことにしてみたらうもうまさに割り切った大人の関係いやこれ女性も怖ないんかなこれはあれ写真とかかアップしないんやろか ある程度、うん、そのアップする人もいれば、うん、今回は知らないよね、うん、ないですね登場した初め行ってみて初めてはこんな人かみたいなそんなこともあんのいいな,いな<ー>みんなやっとんな <laughs> これその何それでえらい目にったとかってそういう話はあんまり聞いたことないのそれはあんまりないいや昔は結構聞きましたけどねあれっていうのとかうん だからこの人37歳でそんなにほらあんまり遊び経験も少ないって言ってるからこれハマるであんまりハマったらあかんと思うな、うん、やっぱりたまたま最初のこの一人目はねこうでしたけど<ー>次またって思うとなんかね,んね,ね,ねこの辺それこれって未成年とかちゃんとしてんのかないやしてないでしょその誰でも彼でもできるようなサイトやったらちょっとね問題ありますねだって嘘そつこうと思ったらつけるわけでしょ、はい サイトやからうーん。うーん 何か,かに巻き込まれんように戦闘な、ねうんでほどほどにというのかだって妻子あるそれこそ,その普通に二十歳ですとか25歳ですって言ってたのに実は実は10代,10代やった、えー、でなんやかんやでその子が犯罪に巻き込まれたかなんかで警察が動いて、うん、ほんなその人にもつながってみたいなことになったら、うん、もうこれ人生棒に振りますよ。 もうやめた方がいいなと思うな。まあ、マッチングアプリ全体をね、否定するわけじゃないですけど。これなんやろう、うまいこといき過ぎた話に対して、イラッとしてるだけ。そういうこと。そうか、それやって、ちと自分は責めるわ。ごめん、ごめん、それやったらあれやけど、なんかちょっとそこまで。ね、あんまりうまいこといってるとさ、気持ち悪いもん。これは、これで、良かったな。この、この話、かん、終わってたよね。 今後ね、うん、まあ古いんかな、もうこんなんか普通なんかな、うんうん、かもしれん。うん、だって大手嫌やなと思ったら、そんなんなりませんもんって言われたら。うんうん、言い返せないですもんね。でもさ、その辺の、嗅ぎ分けるのってね、うん、なかなか難しい。その場に直面すると。うん、そこで、じゃあ、やめとこって。 なかなかなれんのちゃうの。すごいな。マッチングアプリか。これで付き合う方結構多いみたいですよ。あ、そう。ちゃんと。<ー>だからそれはね、そういういい部分とね。うん、いいお付き合いの部分とまあ、ね。条件から入れますからね。でも同時に、悪用するやつも出てくるやんか。うんうん そう僕ある後輩がこれを初めて「もうお前彼女,彼,女彼女できへんのか?」ずっと言ってて、うん、ほなマッチングアプリでもやってみますわって,言って急に言ってきて、うん、マッチングアプリなんかいと思って、うん、でずっとやってたんですけど僕が言うた一言でやめたんですね。それって、まあ、要は1か月なんぼってかかると、はあ、ほんならある程度こうお会いしてなんとなく付き合わへんみたいな感じになっても例えばそれが月の最初の方にそうなったらまだ残ってるじゃないですか。はあはあ その間同時進行で他の人も探すんちゃうって<ー>って思わへんって言うたら<ー>うわほんまやそうやな確かにな僕も月初めにまあまあええ感じの子と出会えてもまだ3,000何本払ってるから <laughs> もしかしたらまだええ出会いがあるかもって <laughs> いろいろ探すわんやったら付き合ってからもちょっと続けてしまうかもしれんなうん、うん、やめようって。 真剣にお付き合いするってなったら、うん、まあこれも考え方が古いとか言われるかもしれんけどななんか嫌やなと思いましたねせめていろんなやり取りする中で、うん、あなんかこう考え方とかわかるやん、うん、アプリ通してそこで合うとかでやったらわかるんんけどね、えー、いきなりでしょこれ。 だってもうそこが目的だから。すごいな、もう全部走ってるわ。そう、付き合いとかいいんですよ。でもだから怖くない。まあまあ誰が出てくるかはあれね。そのね、よくにね、フラフラとなってる人にね、結婚のやつら。フラフラってなるもん。もし自分やったらって考えて、僕が三十代とかでこんなもうパラダイスのようなアプリやなって、フラフラ。 たまった。それい,やいいですよ。こんな一般の人はできますもん。山広さん来たら、マッチングアプリで山広来たでってなります。どうも。それぐらいいけたらいいですね。<や>関係あらへん言うて。愉快なその。愉快 <laughs> <laughs>

気分を変えてまずは水田市のレモンパイさんのどやねんです。<laughs> ケーキを食べるとき、紅茶ですか、コーヒーですか。おお<ー>。<laughs> A. 紅茶、B. コーヒー、C. その他。はい。いいですか？ケーキはい。いいですか？いいすせーの。<laughs> えー、A, A と B 迷ってる,、ね、ってるケーキセット頼んでどっちかなとか、うん、あのコースの最後にねどっちですかって聞かれたら毎回めっちゃ考える、うんうん、あのー、なんやろうな最終的にコーヒーがある程度残ってて、うん、最後はちょっとコーヒーだけになるということを考えて最後はもうガツンとみたいな。 コーヒー昔は紅茶でしたよコーヒーよう飲まんかったからでもやっぱコーヒーやな僕はねコーヒーはね朝飲むもんなんですよはあこう目がさえるっていうか起きた起きたって感じなんでも紅茶がねやっぱり一番好きなんですよ飲み物の中で飲み物の中で紅茶うん紅茶が一番好きなんですよ僕水やわ で <laughs> も、そんな一緒にすんで <laughs> <laughs>。おか菓子。これ言うたらも、う元もともとないですけど。<laughs> ああいや、もう、例えば、味付きのね。はい。あの、まあ、まあ、まあ、喫茶店とかね。はい。メニューの中で。紅茶が一番好きなんですね。へえ<ー>。セットじゃん、でも、紅茶がまず出てきますね。ふ<ー>うん。うん。コーヒーやなー。うん そそ、うん、その日の日気分やなあ確かにそれはそうなんですけどケーキにもよるしねそうなんどんなケーキかにもよるし、うん、そ,のそこまでに何を食べたかにもよるしだからケーキだけやったら僕も紅茶行くかもしれんけど、ね、いろいろ食べてほんでケーキあって、うんうん、で最後、うんうん、どっちか言ったらもうあの。 一番最後の締めくくりやから、コーヒーがいいかなっていう。っはいはい、うん、そんな日もある。紅茶やったら、二杯飲める時あるんねんな。な、うん、ポットでね。ポットで出てきますからね。こ、まあ、れがね、えー、お得感がありますね。まあまあ、意見の分かれるところですね。は,はい。もう一ついきますか。行きましょうか。岸和田の純ちちさんのどやねんです。はい。車を運転するとき助手席の人に、左右や後方の確認を頼みますか。 私は運転はドライバーの責任だと思っているので一切頼みません、うん、駐車するときなどにちょっと横見てくれると言われるとムッとするし助手席の人が勝手に身を乗り出して確認しようとするのも嫌ですじっとしとけと思います、はい、皆さんはどうですか、はい、運転するとき助手席の人にアシストを A 頼む B 頼まない、はいはい、いいですか、はい、せーのー B かなっていうか頼まなくても。<laughs> 横ですごいて。運転する時は b. なんですけど。はい、自分が助手席に座ったら。言ってしまう。いや, <laughs> いや、そんだけ信用せないよねん。あのー、結局、うん、今ってもう。 すごくこう発達してきてるじゃないですか。うん、だから、そんな確認してもらわんでもええし、あと。確認書を持って、ちょっと前出られたら。それはしないよ。ね、かぶるから。バックミラーが完全にかぶる。ので、ねうん、やっぱり、運転したことない人、特に子供なんかもそうなんですけど。うん、ちょっと下がって。っていうことが多いですね。ね、うんうん、前鏡になるから、ね。そう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 。うだから、極力も。自分一人で、あと。何かあった時に。うん、その。 いや、来てないと思ってんって言われても、結局運転手の責任になるので。で、言うた方もちょっと辛いやろから。僕は運転する時はそうやねんけど。絶対言うてほしないねんけど。助手席座ったり。あの、み、みは乗り出さずに。左オッケーです。来てるよは言うてまうかな。あ、そう、来てる時は絶対。分かってるっていうね。そうそうもう、もう、ほんま分かってんね、それって運転する人ね。いや。 試合乗ってる時、夫に横行ける、行ける、今行っていい、ってずっと言ってます。<laughs> <laughs> 本当、運転しい <laughs>、えー、自信ないからね。意見の分かるところでございます。はい、それでは、また来週。はい、今日もどうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。お土産ありがとうございました。あ、よかった。ね。あ、もう、あの、選手あんなけい。そうです。あ、買って、こ、ざるを得なかったという。 思ったんですけど時間がなかったんですよね北海道は北海道はね美味しかったですよはいサクサクして美味しいですねこれはちょっとおすすめですよねはいコンビニで売ってるんですかコンビニでも売ってましたあの駅のね駅の駅のコンビニなので多分売れるんでしょうねそのお土産物がはいはいなので売ってましたいやでも本当に本当これはなかなか味が良かったですはもうミントこうたんですよ もうほぼほぼミントなんでもやもう体裁さえ売って取れるらなんかこう取たらやろまあまあまあそうですねある程度の大きさでそれよりあの移動がこれならも多いんであの体調には気をつけてもう鼻チュンチュンっている鼻チュンチュンっているんですよもう嫌やわーこういうなって映るんですかいや鼻ちゃん夏風やで映すんですよ あ<通>そうですか。で自分が治治りかけの時にうつするっていう<ー>引き始めですよね。引き始めです。まず大丈夫です。<laughs> 明後日ぐらいにスッチーと接触する人はちょっと。<laughs> えそれは何ですか。ここから熱とか出てくるんですか。ありませんけどなんか治りかけの時にうつするまあでも咳してる人多いですよね。咳は出ないんですよね。鼻ですよね。そんなパターンのがあるんかな。 だから、今も短パンでしょそれが、あかんのですよ。結構、冷房効いてます。からね僕も寒いですよ。まあまあ。面倒くさいですよ。そんななんか、あの、少年みたいな格好してるけど。ね。お前は。ん、まず。長ズボンで、おろ。体調が大事です。そうですね。はい。気をつけてください。それでは、今日、ご連絡いたします。